どうも、はちゅりますです。今回は、ヒョウモントカゲモドキの、みかんちゃんに餌を与えていきたいんですけど、もうね、迎えてから4ヶ月ぐらい経つんじゃないかな。で、結構ね、大きくなってきたんですけど、見た目であんまりわからないかもしれないです、動画では。なんで、ちょっと今ね、体重計を買おうかなってね、思ってるところなんですけど、まあね、次の給料日で買おうと思うんで、よかったらまあ、そういう動画も楽しみにしていてくださいということで、早速やっていきましょう。はい、ということで餌を与えていこうと思ってね、いつも与えているのがディビアなんですけど、ディビアのケースを下に置いたら、なんと脱皮しているディビアがいました。まあ普通のことなんですけど、結構ね、ディビアってね、日本のゴキブリっていう見た目してるんですけど、脱皮した後はこういうね、もう真っ白な純白なね、天使のような姿をしてるんですよね。もうすげえ綺麗だよね。うん。まあ今回この子は与えないんだけど、大体ね、ヒョウモントカゲモドキの顔の、少し大きいぐらいかなっていうサイズを僕は与えています。で、まだベビーなんで、そこまでね、大きい餌与えて消化不良とか、あとは吐き戻しとかしたらいけないんで、少しね、小さめの餌を与えて、いつもやっています。ということで、まあこの脱皮のこういうのもいるんだよっていう情報だけね、ちょっと伝えたかったです。はい、じゃあね、早速選んでいきたいと思います。今映っているのがね、キャロットヘッドベルアルビネエニグマっていうモルフのみかんちゃんになります。頭だけね、人参みたいな色をしていて、すごく綺麗なんですよね。で、ちょっと、あ、もう餌かなっていうね、気づいてきたんかな。で、餌っていう瞬間にね、目見開くんで、その時がね、めっちゃ可愛いんですよ。多分ね、今回もそういう顔をしてくれるんで、ちょっとね、注目してみてください。はい、じゃあ与えていきましょう。開いたの分かる？ちょっと待ってね、ピント合わせるから。え、ちちちちほら、めっちゃ綺麗な色してない？成長するにつれてね、頭の色がどんどん濃くなってきて、すごく綺麗な色してますね。で、この子ね、すごく光が嫌いなんで、いつもね、こうやって引きこもってます。で、こう食った後ね、ビャンうまいみたいなね、顔してペロペロするんですよね。これ見てたらね、本当に日々の疲れとかね、吹っ飛びますよ、マジで。はい、どうぞ。いや、早くビデオカメラに変えてピント合わさんようにしたいな。どうぞ。よいしょ。あ、いやー、かわいい、マジで。で、このゴキブリの、体に付着している白いのは、カルシウム剤とビタミン剤っていうのをね、添付して与えてます。ディビアだけじゃね、栄養が足りないんで、こういうふうにね、いつも栄養添加剤とかをつけて与えるようにしてます。いつもはね、5、6匹食べるんで、あと多分2匹ぐらい食べるかな。まあ、ベビーの頃はね、だいたい食べるだけ与えて大丈夫なんで、このままね、与えていきます。かわいい。おいしいの。おいしい。ママ、なにこれ？ゴキブリだよ。もうね、母性本能くすぐられますよね、こういうの見てたら。もう僕がいないと生きていけないんだよね、しゃあない、養ってあげようみたいな。これもうすぐ反応する。うん、おいしい、おいしい、ママ何これ。ゴキブリだよ。
なんかキャスやってる人ってこういう声してますよね。いやみんな、こんにちは、みたいな。ちょっと、お前絶対それイケボって思ってるやん、みたいな声でね、喋ってるんだけど。さあ、まだお腹空いてるのかな？今で何匹目や？ 5 匹ぐらい？あと1匹ぐらい食べるかな？先走りすぎ。でまだまだ食べそうやな。ちょっともうちょっと入れようか。そこで食べちゃうとね、視聴者が見えないんだよね。ちょっともうちょっとファンサービスしてほしいな。まで読んで、あ、もうお腹いっぱいっぽいね。はい。で最後はね、なんと顔を見せてくれずに終わるっていうね、まあ、こんな感じの子なんですけど、これからもどうぞよろしくお願いします。はい。で今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思うんですけど、他にも僕が飼育している両生類、爬虫類、寄虫たちの動画とか、あとは昆虫採集行ってみたとか、昆虫食べてみたとか、髪を染めてみたとか、いろんな企画動画をね上げてますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。この動画がいいなと感じていただけたら、高評価ボタンも押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいし、励みにもなるんで、どうかお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、みかんにと一緒にねバイバイしたかったな。ね、みかん。ダメだ、引きこもってる。